はい、どうも、向かい風の匠です。今回は手作りで門松を作っていきたいと思います。はい、で今日がね12月の30日、もうかなりね年末ということで急いで作っていこうかなと思うんですけれども、門松といえばですね、以前にも、作っていまして、簡単な門松なんですけど作っていました。それはね動画概要欄に載せておきますので、去年までの動画見てください。で今までだと植木鉢を使って門松していたんですけれども、今回は土台に、それだと植木鉢が2つ必要ということで、今回はね1つの植木鉢で2つの松を飾ろうかなということで、こちらを買ってきました。じゃじゃーん、はい、プランター。はい、ということでね、これがプランター、700何号なんだ、横が700ということですね。で縦が395、高さ258ということですね。こちらに1対、こちらに1対で、2対は飾るんですけど、その容器は1つということでね、ちょっとね初めての試みなんですけど作っていきたいと思います。こちらですね、竹、はい、とこれね、パールストーンって白い石なんですね。これがあると、DIY の門松なんですけど、かなりね高級感あふれるような門松になっております。もちろん藁縄、ちょっとね去年一昨年ぐらいのやつで余ってたやつなんですけど、ちょっとねちょっと劣化しちゃってるんですけど、もったいないのでこれ使うのと、あと白縄っていうのは500円ぐらいで売っていたので、こちら、これもねなんか使えるかなと思って買ってあります。であとはこちらです。これは100円ショップとかで買った飾りですね。あと松です。あと家に入っていたこれ、これを使ってね門松作っていこうかなと思いますね。何としても今日中に作らないとね一夜飾りになってしまうので、頑張ってやっていきたいと思います。ということで、今このプランターに松、どんな大きさで置こうかなということで、大きさをちょっと決めていきます。次になる竹は決まったので、ちょっと高さを確認してます。でこちらが竹引きといって、竹専用の、ノコギリになります。そうすると全然ね切れ味が違うので、形で切れました。これをいっぱいやってきます。はい、ということで、わらもこを今長かったので半分に切りました。で半分に切ったらこのプランターに巻いていくんですけど、ちょっと長さが足りないので、半分に切ったもの、余った方のわらこもをこちらに切ります。でこうしていくと、これとりあえず全面か超えるかなと。はい、すいません、どうもねちょっとうまく紐で結べないので、ここにボンドを塗って直接ね貼り付けていこうかなという作戦にします。あー、もう最悪、どうしよう。はい、ということで、藁はねちょっと後で考えます。でその間にメインの竹を3本置いて、それを固定するための中身、竹ですね、竹をこういう感じで節を今取って、入りやすいナタで、こういうふうに切っておくと、これをちょっとね大量に作っていきたいと思います。はい、そしたらこれを立てていきます。
こんな感じで隙間にねどんどん竹を詰めていきたいと思います。でこの竹の節をうまく使えばね量を減らせるかなと思って、こんな感じね。はい、こんな感じで全体的に竹が敷き詰めたら、竹を敷き詰めたらこのね青い竹を敷いていきます。この後石を乗っけるので乗せるので、それがまあ下にこぼれないっていう感じなので、そんなにギチギチに敷き詰めなくても大丈夫です。そしたらこちらのパールストーンを巻いていきます。こんな感じで一気にね正月っぽくなりましたね。こんな感じ。そしたらちょっとここが紐が出てるとかもう関係なしにしてください。ちょっと無理です。竹の表面がね白く、なんて言うんだろう、粉状のものが吹いているので、まあちょっと油で拭いてあげるっていう作業をします。そうすると綺麗になるんで、はい、いい感じにねテカってきたので、さあこちら100円ショップで買ったオーナメント飾りを乗せていきます。こういう竹の隙間に入っていくと思う。はい、ということでできました。じゃじゃん、手作り門松。はい、ということでちょっとこの辺はね傷ついてたりしますけど、これはご愛嬌ということで、はい、じゃじゃん、いいものができたなと思います。でこちらをねこの後家に飾っていきたいと思います。材料費としてはこのプランターが700円ぐらいと、この石が600円ぐらいかな。であとこういう飾り、これは全部100均で買いましたので、で竹は手に生えていたやつと松ぐらいなので全部で2000円ぐらいかな。で今回ね藁買ったんですけど、ちょっとうまく巻くことできなかったのでこのままやりたいと思いますが、十分立派なものができたと思います。いやー、今年もね1年終わりまして、来年いい年になりますように皆さんもよろしくお願いいたします。はい、ということで今回は DIY で門松作ってみました。皆さんもねこういうの作れるとね、お店で買うよりもね思い出に残るしいいのかなと思いますので、作ってみてください。それでは次の動画でまたね、バイバイ。